自治旧地域と非自治2地域を含む1868年から1876年のアメリカ合衆国領土の変遷アメリカ合衆国の海外領土はアメリカ合衆国連邦政府により管理されるが、いずれの州及び連邦直轄の特別区にも属さず、また限定された主権を持つアメリカ先住民族の土地に属さない行政区画ノート2を指す。 テリトリーという用語は米国がその領土を拡大していた時代に名付けられたものである。奇襲領域とも呼ばれる。奇襲領域は編入領域であるかどうか、実地が行われているが制定されているかどうかの2点に着目した分類がなされる。編入され、自治法も制定されている。アメリカ合衆国自治的、編入領域は1789年から1959年まで存在し、 そのうち31の領域が正式州への昇格を果たした。また、1898年までは未編入領域という定義自体がなかったが、現在はいくつかの領域がこれに該当している。合衆国の海外領土は、編入未編入、自治・非自治にかかわらず、合衆国の不可分の領土とされていて、合衆国憲法は部分的にのみ適用されている。 アメリカ合衆国の海外領土の住民は、アメリカ合衆国大統領選挙の投票権はなく、合衆国議会で完全に代表する大議士はいない。領土内の通信及び他のインフラは、一般的にアメリカ合衆国本土及びハワイと比較しをとっており、例えば米領サモアのインターネットの速度は、東欧諸国より遅いとも言われている。貧困率は必修領域よりも高い。 アメリカ合衆国における編入領域とは合衆国の管轄下にあり、その当該領域の自治体及び住民に対し合衆国憲法が完全に適用されることを合衆国議会が定めた領域を指す。これに対して未編入領域は合衆国の管轄下にあるが合衆国憲法の選択された一部のみが適用される。編入領域は アメリカ合衆国の完全不可分な一部をなすと、みなされ、占領地域や一時的領有地域とは区別される。ここで言う、編入とは、当該領域に、市や町といった自治体の存在の有無を問うものではない。ある領域が、一旦米国に編入されると、その編入状態が解かれることはなく、独立の承認や他国への割情といった、わずかな例外を除いて永久に、 米国憲法の管轄下に置かれる未編入領域はその実態からして保護領内しは俗領と呼ばれるべきものであるが米国内務省は公式にはインスラーエリアと呼称するようになったアメリカ合衆国の歴史において自治的領域とは合衆国議会がその領域に適用される自治法を正式に制定しこれに従って自治を行う領域を指すこれら領域は アメリカ合衆国への編入、未編入状態を問われない。現在、競技の準州とはこの自治的、編入領域を指すことが多い。1959年にハワイ準州が州となって、以降、自治的、編入領域は存在しない。合衆国議会により個別に定められる、自治法がその領域における最高法規となる。自治法には、個別の地域で、差はあるが、一般に、 何らかの人権規定が盛り込まれ、また三権分立の枠組みを持つことなどが定められている。この自治法が制定されることにより、初めて自治的領域と呼ばれる。自治は認められるが制限があり、最終的は決定権限は現地自治政府ではなく合衆国議会である、党が正式州との相違点である。 かつては憲法を持つことはなかったが、現在、いくつかの自治的領域は自主憲法を持っている。あくまで最高法規は自治法であり、これら領域の州省閣や米国からの離脱を決定する権限を持たないという定員で正式州の憲法とは異なる。アメリカ合衆国における最初の自治的領域は、北西地域で1787年にその後の自治法のプロトタイプとなった。 北西部条例により自治化された。これ以降およそ一世紀半の間に二十九の領域が自治的領域となった。この当時は自治法が通過し自治的領域となるということ自体が正式な州になる前段階と考えられていた。ところが1 8 9八年の米西戦争によりスペインからプエルトリコ、フィリピン、グアム及びキューバの一部を取得した際に米国として さあたり正式州とする意図や必要性のない領土を持つこととなり、ここで初めて編入領域、未編入領域という観念が用いられるようになった。アメリカ合衆国当初地域における現行の用語としてのコモンウェルス・コモンウェルスは自治的領域のある種の特例と考えられている。現時点ではプエルトリコと北マリアナ諸島の2領域がこのコモンウェルスに該当するが、 どちらも編入領域ではない。さらに、グアムとベ領、リバージン諸島も未編入の自治的領域であるが、コモンウェルスとは呼ばれていない。他方で、ベ領リサモアは1967年以降、憲法により自治を行っているが、自治法が制定されていないので正式には、非自治的領域に分類されている。現在のアメリカ合衆国の多くの州は、その前段階として、 合衆国議会が現地自治政府を設置または承認した自治的編入領域であった。20世紀に入る直前に起こった米西戦争によりフィリピン、プエルトリコ及びグアムを得るまでは編入領域と未編入領域の区別はなかった。それまでは併合によってのみ領土を拡大してきた。1937年の合衆国最高裁判所のプエルトリコ人民体。 シェリオイル判決において、準州のみに適用されるとされた、シャーマンアンチトラスト法が、プエルトリコにも適用されることとなったが、この判決の際に、従来の準州と、プエルトリコのような正式集荷を前提とはしていない、領域をそれぞれ、編入領域と未編入領域の2種類に明確に区別した。現在では、未編入領域という用語は、当初地域のみに適用される。現在、 州に属さない唯一の編入領域はパルミラ干渉であるが、ここは自治的領域ではない。これに対して自治領域化されるのに編入領域である必要はない。プエルトリコなどがそれに該当する。アメリカ合衆国の歴史領土の変遷も参照1959年以降なしまた、編入領域だが非自治的領域である領土に当たるものとしてがある。 コモンウェルスは米国においては、政治的な地位を指す言葉ではなく、いくつかの州や領土を指す用語として用いられている。奇襲地域に使用された場合は、必ずしも合衆国議会から統治権を撤廃されて、いないにもかかわらず一方的に自治が行われている、地域を指す、ディフィニションオブタームズ1120アクイジションオブ、u s ナショナリティン US, テリトリス t o r ション a U.S. Department of State Foreign Affairs Manual Vol. 7 c o n s u l Affairs r a U.S. Department of State 2016年1月10日閲覧 A.B. プエルトリコノットソブリンシュプリームコートセズ U.S.A.ToDay 2018年1月19日閲覧 A.B. Definitions of Insular Area Political Organizations U.S. Department of the Interior テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。https://www.prinston.etu スラッシュオタ、ディスクに、1 9 8 7 8 7 1 2 8 7 1 2 0 4 p d f p r i n c e t o n e d u チャプター2、イントロダクション、ページ40、リリーブドジュライオン 2019 https www.worldatlas.com articles t-e-ter-rit-o-r-i-e-s-of-t-e-un-i-t-e-d-s-t-e-s.html-worldatlas.com h t t、P、S. Art a t forward to、e、t, t For h e us territories relieved July 4 2019 ab U.S. インスラーアリアスアプリケーションオブザ・ U.S. コンスティチューション U.S. ゼネラルアカウンティングオフィスレポート PP10163981426282019 年6月30日閲覧 HTTPS ハーバードラール ORG 2017-04アステリトリスイントロダクションハーバードローレビュー U.S. Territories Introduction April 10 2017 Releived July 2019 Marf Dallin The Most Expensive Internet in America Fighting to Bring Affordable Broadband 2 American Samoa In Gadget HTTPS www.ingadget.com 2012 07 04 MyMetal Original Soundtrack Expensive インターネットインアメリカサモアブロードバンド、インタビュー2017年11月24日閲覧サギャプルティリーフィリーアメリカンサモアガバナーセーズスモールイコナミスキャノットアフォードエニーリダクションインメディケードパシフィックアイランズレポート www.pireport.org http www.pireport.org アーティコルズ2017-03-02アメリカンサモアガバナーせずスモールイコナミスキャノットアフォードエニーリダクション2018年1月9日閲覧ポバティ・ディターミネーション・イン・ US、インスラー・アリアス2018年1月9日閲覧ありがとうございます